私もちょうど20の時に軍隊入って、私は火を確保した。私の青春は火から始まった。日本人のね、大体あのずっと昔から縄文時代から信じてきた死生観はね、やっぱりあのやっぱり必ずこの世に帰ってこれるってことや。それは一旦もあの世へ行くんだよ。であの世ではまたこの世と同じようにね、に生活してる。楽しい世の中へ行ってくれ。一旦行って行ってしまって、また極楽であっとしてもやっぱりちょっとつまらんな。この世へ帰ってこれるのが大事なんです。で私はそれは一種の遺伝子の不死ということ、遺伝子でこう言ったら、子供はやっぱり自分の遺伝子だもん。ある意味で自分と同じなんだ。孫も同じなんだ。ひ孫もなんだ。だから割とじゃあひ孫ぐらいはおじいさんが帰ってきたもんだというふうに考えられてるけどね。まあ私もひ孫生まれたんですけど、まあ、大体ひ孫生まれた時は、まあ、おじいさんは死んでるんで、生きてるで生まれ変わりと会うということはありえないことだ、めったにないことだ。大変私は嬉しかったですから。